本日は5月27日に行われたスーパーライジン2試合発表記者会見にて、朝倉未来 VS ウガール・ケラモウの試合が発表され、その中で朝倉未来選手が気になる発言をしているので、そちらについてまとめていきます。朝倉未来選手は試合発表記者会見にて、今回の対戦相手であるウガール・ケラモウ選手は、ライジンの怖そうには知られていると思うんですけど、大衆のファンの方は知らない人も多いと思います。ライジンのフェザー級では一番強いとも言われている選手です。今回のこの試合は自分がケラモフ選手を指名させてもらいました。今回しっかりとケラモフ選手を倒して年内にクレベル選手も倒します。よろしくお願いします。ケラモフ選手を指名させてもらった理由は、直近2試合でライジンフェザー級初代王者の斉藤選手、2代目王者の牛久選手に勝っているので、クレベルとのタイトルマッチができると思っていたんですけど、一緒に練習もしたことがある実力者の堀江選手がこの前ケラモフ選手に完敗をしてて、ケラモフの強さを目の当たりにして戦いたいなと思いました。あとは現王者のクレベルが6月のタイトルマッチで中堅選手と遊んでいるんで、このケラモフ選手との試合はクレベルに向けた試合でもありますね。クレベルが中堅選手と遊んでいる間に俺は険しい道を行ってやろうぜって意味でと語り、ウガール・ケラモフ選手との対戦については自らが指名したとし、鈴木千尋選手とタイトルマッチを行うクレベル小池選手に対して中堅選手と遊んでいると痛烈なコメントを残しております。この朝倉未来 VS ウガール・ケラモフ選手に対してファンの中では、未来は本物です、この先ケラモフ避けてタイトルマッチをやることもできただろうに、クレベルの前にケラモフと戦うのは男だわ、朝倉未来男すぎるやろ、いやマジで心臓に悪いカードや、勝ってくれ、半端ねえ、これはミクルマジでかっこいいな、ケラモフは足蹴り掴んでテイクダウンするのマジでうまいし、蹴りで攻撃作るミクルからしたらかなり相性悪い相手、正直勝つのは厳しい相手だと思うが、リスクを負って戦う姿勢は格闘技ファンから評価されるべきなど、朝倉ミクル選手に対して称賛する声が多く寄せられております。注目の集まる朝倉ミクル VS ウガール・ケラモフはどうなるのでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。